最近だんだんぬくくなってきましたね。サイクリングのシーズンです。どうも AD 藤本です。お世話になっております。今回の動画なんですけども、皆様にねぜひとも知っていただきたい自転車があります。もうねこれ素晴らしい自転車なんで、ね、ぜひとも最後まで見ていただきたいんですけども、まあそちらがピナーレロという自転車なので、本日川島サイクルサプライにお邪魔させていただいております。で今回もね川島サイクルサプライの万谷さんに出ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。最近ヒント高いですね。会うヒント。そうっすね。そうっすね。先月もここで会いましたし、動画撮らせてもらったし、サイクルモードでも会いましたし。そうですね。あのシクレのヘルメットかぶってね。あ、それ泉くん。ああ、ごめんなさい、間違えました。どう間違えたら僕が泉くんなんですか。すいません、ちょっと最近ちょっとバカになってきて。万谷さん、そういうとこありますよね。なんかマサくんに来てほしいとか、ちょっと泉くんに来てほしいとか。あるある、ある、ありますよ。ね、まあ藤本さんも好きは好きなんですけど、ちょっともうお腹いっぱいかな。で、はい、今回はこちらの自転車。そうですね、まあドグマ X というドグマ X 実は、はい、そんなに新しくもない。いつ頃発表されたんですか。去年の、まあ、大体中頃に出まして、はい、まあ、YouTube でご紹介いただくのはおそらく、まあ、インフルエンサーの方で藤本さんが初という。これ初公開。オフィシャル、まあ、我々と、まあ、しっかりオフィシャルでいきましょうというのは、まあ、初公開になるのかなと思います。でもう国内デリバリーも始まってるんで、はい、まあ、実際に乗られてるお客さんも、まあ、もうすでにいらっしゃるような状況下での、まあ、改めてのご紹介。なるほど。僕的にはなんですけど、うん、これ一番知ってほしいんですよ。もう皆さん今見てるあなたがに一番おすすめかもしれない。まずドグマって2種類あるんですよね。まあ、についてグラベルとか、まあ、Eロードとか合わせたらもうちょっと細分化されていくんですけど、はい、大枠は2つですね。2つ。はい、まあ皆さんご存知の F シリーズ、 F シリーズと、はい、今回この X シリーズ、 X シリーズ、この2軸で今、はい、ラインナップが展開されている中の、まあ、トップオブトップ、トップオブですね。ドグマってついたらもう一番トップグレードと思っていいですか。そうです、そうです、そういうことですよね。だから藤本さんがこの間淡路島一周の時に乗っていただいた X3 ってあったじゃないですか。あれの、まあ、突き詰めたハイエンドがドグマですって感じです。あの X3 もね、それがドグマじゃないけども、はい、むちゃくちゃ乗りやすかったですよ。そうです、そうです、そうです。もうホイールとかも普通に純正完成車仕様なんですけど、はい、ものすごい乗りやすかった。ピナレロってもともとずっとこう勝つためのバイクを作ってきてるぐらいの、はい、イメージあるじゃないですか。ありますよ。まあ X って簡単に言ってしまえばレースで勝つためだけに作られたかって言ったらそういうわけじゃないんですよね。でも逆に勝つこともできる自転車なんですね。できる、できます。はい、もともとまあこれ何が違うかってちょっと歴史の話していいですか。どうぞ。このエンデュランスドグマって、はい、X の前にいっぱい出てきてるんです。ドグマ K8、 ドグマ K8S、うん、ありました、ね、K10EDSS いっぱいあるんです。電子サスペンションがついたりとか、はいはい、サスペンションユニットの方に入ったやつね、はい、それはドグマの勝つためのドグマとして出されたんです。あ、そうなんや。春のクラシック、はい、ルーベとか愛知あたりで勝つためのバイクとしてドグマのこうちょっとエンデュランスって言われるようなバイクが出てきてたんですけど、で、はい、これじゃあパリルーベこれで行くかって言われたらこれじゃないんですよ。あ、そうなん。ドグマは F で行く。あ、 F で行けるんですか。逆に言うと F で行くんです。あの石畳の壁っていうんですか。それなんでかっていうとここにサスペンションとか、はい、ここにサスペンション入れるよりももうホイールとタイヤの性能が今ぐんと上がってるんで、はい、そっちで衝撃吸収性カバーできますよねっていう考え方があります。あ、そうなのよ。まず大事、はい、じゃあなぜこのエンデュランスシリーズにハイエンドを出す必要があったのかって言われたら、はい、まあ、年齢とともにとか経験とともに突き詰めていった時にレースに 出る勝つ、はい、わけじゃないんだけど日々のサイクリング楽しくいいバイクで乗りたいっていう方いらっしゃるじゃないですか、はい、そこがドンピシャのターゲット層になってくるバイクなんです。これもう皆さんね一度見直してほしい。ここみんながみんなレースするわけじゃないけどせっかくロード乗るならスピーディーな走り欲しいじゃないですか。そうそうそう、な時に X なんですよ。で具体的には F とどう違うんですか。違います。まあまあまあ ここの辺がもう明らか違いますよね。ここね、はい、はい、もうこの特徴あるシートステイですよね、はい、もうこれ、まあ、藤本さん目線だとちょっと X 書いてある見えますね。こっちから見たらね X これはドグマ X やからこういうふうにしとこうぜじゃないですよね、はい、一応ねその誰が見ても特徴的じゃないですか、はい、X に見えるしモデル面も X だし、はい、そういうこうイタリアン的感覚はやっぱりあるんです、ね、あるんですね。ちょっとシャレたことするみたいな、ね、そうですそうですそうです、はい、でも性能的にすごい重要なあの意味を持ったそのブリッジシステムなので、はい、フレキシシステム、まあ、2.0 っていう
言われるこのシステムなんですけど、はい、ここまでがそのシステム。そうですね、ここまでが。そうですね、この一体 X まで込み込みで、はい、ですね、日本でリアステイが止まってる、はい、こういう構造って他なくないですか。ないです。普通はこうですよね。そうです。で、ここにもこの X はないですから、まあ、シードチューブからの接点で見ると接点が2箇所あるんですよ。はいはいはい。で、これって他の自転車ここないじゃないですか。ないです。ここ、はい、これ何のためにあるかって言われたら、剛性を逆にちょっと増してるんですよ。あ、上げてるんですか。そうです。おー、意外。で、なんでかって、なんでこれがいるかって言われたら、ここ、はい、めっちゃ細いんですよ。ここ、あ、細すぎるからちょっと補強せなあかんんですね。そう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 。これが例えばですけど、これなかったらどうなるかって言ったら、すごいしなるけど、何が失われていくかっていうと、走りが良くなくなるんですね。そういうこと。はあ。なので、まあ、ちょっとここブレーキさせて、剛性出しながらも、はい、こうフレーキ、シート、ステーで、こう、上位緩和の、まあ、絶妙なバランスとってるって感じです。どっちにも振れるんですよ。これはあくまで、横の剛性を上げてるんですよね。あ、縦。あ、縦の剛性を上げてるんですか。普通、走りって、こう横剛性じゃないですか。はいはい。ガーンと踏んだ時に、はい、こう横にたわまないことが橋にとって大事なんですけど、これは縦の剛性を固めてるんですね。ここだけで見たで、もうもちろんその縦横別々で考えてアプローチできるかってそういうわけじゃないですか。剛性ってもう360度、縦と横っていうこの二軸じゃなくて、本当はもう全方向で見ないといけないっていうところの横っていうベクトルで見たら、この X なんです。あー、そういうことか。この X が横剛性を高めてる役割があるんですね。ここはもう本当にこう組んであるんで、はい、こうブレない。なるほど。こっちで縦、そう、こっちで横、そうです、ね、で、360度一番いい形にしてると。そうそう、硬すぎず柔らかすぎずっていう中間地点を取っていくにあたって、もう一回言いますけど、太さもそうやし、このギミックというかこのバランスっていうのをめちゃめちゃ変な話、ドグマ F よりも開発の時間をかけます。あー、ここ以外ってあるんですか。そうですね、違いはオイルとタイヤの進化が今すごいってお伝えしたじゃないですか、はい、で、一応タイヤサイズ F は最大で 28mm までのタイヤなんですけど、はい、この X シリーズはそのタイヤのクリアランスがグッと伸びて35まで入ります。35は相当でかいですね、はい、今これ32なんで、はい、実写32なんですけど、35まで入れていくことができて、いろんなシーンで使えますよね。まあこういうエアロー、ロードっぽく仕上げてもいいし、35入れて、まあ、ちょっとグラベルに近いような、ね、細めのブロックタイヤやったらいけそうな、ね、そうですね、セミスリックみたいな感じだったら全然楽しんで乗っていただける。だから変な話、エアロ効果はちょっと下がってるんですか。エアロ効果でいうと、まあ、ドグマイズドグマなんで、うん、この辺とかドグマイズドグマ、この辺とかドグマイズドグマ、なんか当然のように言ってますけど、そんな言葉あるの。そもそも待って、ドグマの意味知ってます。知らないです。そんな自信満々で言うね。知らないです。知らないです。知っとけよ。どういう意味ですか。これね、あの振っときながら正解を伝えるのめっちゃ難しいんですよ。というのもちょっと宗教観の話になってる。はいはいはい。まあ直訳すると競技って意味なんですよ。レースじゃないんですよ。あ、競技。競技今感じ出てると思います。こっちの競技で、ね、ちょっと宗教的な用語のニュアンスが高くて、はいはい、もともとちょっとキリスト教の中の、まあ、全体的存在みたいな意味なんですよ。もうだからドグマって言ったらもうこれやねんっていうことがもうドグマって、はい、まあだいぶシリーズ変わってますけどね、これやねん言いながら。けどでもドグマはあ、そういうそういうこと、そういうこと。ブレないですね、ドグマ自体は。ブレない、めっちゃ嬉しそうじゃないですか。ブレない、ブレない、ドグマ教え変わらんでしょ、だってそうですね、自分が信じてるものの教えが明日変わって嫌でしょ。まあ確かに、はい、X になろうが F になろうがドグマはドグマのこうエアの効果とかそういうのはもう全部踏襲されますよ、ね、おーことをお伝えしたかったんですけど、はい、まさかドグマの日は知らないと。まあっていうようなドグマのそのスピリッツは決して忘れてないっていうことですね。まあ、はい、こことタイヤサイズとお伝えをしてきましたが、もうまあ大きいところで言うと、ね、ちょっと引いてもらって見てもらったら、はいはいはい、まあフィナレロマイスターの藤本さんやったら分かるかなって感じですね。答えちゃっていいですか。いいですよ。もうだからジオメトリーですよね。あ、さすが。だからそれが違いますよね。わかる普通。そんな、ちょっと振ってみたけど。いや、それは、もう、いやいや、調べてもいますし、そのエンデュランスだったらそこやろってなるじゃないですか。なんなら X シリーズが載ってるし。ダクトリーチに変更点が F と比べてあるのと、まあまあ、参加者のホイールベースの長さっていうところも変わってきます。何が違うかって言ったら、まあ、長いんですよ。状態が起きやすいってことですか。そうなんです。で、ここが、ちょっと、はい、短いです。あ、だからやっぱり体でいうと上がって手前に来るから、状態がこうレーシーなところからこう
ね、そう楽なポジションそういうことです、そういうことです。エンデュランスっていうと藤本さんまず何を思い浮かべたかって、やっぱこういうとことかこういうとことかこういうとこのギミックに皆さん目が行くんです。行きます。だから最近多いじゃないですか、そういうギミックを入れてるね、自転車が。はい、まあ各社、まあ、そういう路線にずっと走ってきてたじゃないですか、はい、で今までのエンデュランスバイクとは開発のベクトル全く違うとこ向けてるよっていうのが大きいです。こういうサスペンションとかこういうサスペンション、どこのためにどこを目的として開発してたと思います？バイクをどういう風に作ろうとしていたかってことですよね。そうですね、何に合わすために作ってきたか。路面、そうなんですよ。当たった、当たってます。今までのエンデュランスって路面が開発の対象やったんですよ、はい、路面がこうだからバイクはこうあるべきだっていう開発をずっと続けてきたんですよ、はい、ピナロのこのドグマ X と X シリーズ、そのベクトルがガラッと変わりまして、下関係ないんですよ。上ですね、ライダーのポジション、はい、に対してどうアプローチできるかっていうのはこの X シリーズの一番のキーなポイントなんです。でもそりゃそうっすよね、路面は変わるけどライダーは変わんないじゃないですか。そう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 、だからそっちに向けた方が絶対ね賢いですよね。だからまあはい、こうまあエアロポジションからちょっとこう起き上がったポジションにあって楽に走れる、はい、つまりロング行っても楽しくバイクの性能も高く帰ってこれますよっていう特徴でございます。ちなみにカーボン素材は、あ、はい、どうなんですか。これかの T1100 のワンケイでございます。これはもうドグマシリーズならではというか、そうです、ドグマ以外は1100使ってないですもんね。使ってないですね、はい、あれ高いんですか、あのカーボンって含有率は数あるスポーツの中では圧倒的に高いって言います。結構あるじゃない、含有率、含有率、含有率そう、きつく言ったから分かるとかないですからだからこのフレームの中に1100以外ももちろん入ってると。入ってます、入ってます。これはもう皆さんも覚えてほしいですけど、それだけでは作んないですからね。で、その1100がどれぐらいの割合で入ってるかっていうのがかなり高いってことですね。含有率と、まあ含有量も大きいですよね。やっぱその T1100 自体は高いですか。日本の東レさんの、はい、まあ、東レのカーボン、東レさんから糸で買ったりとか、はい、まあ、どんな形でも買えるんですよ、はい、まあ、7部組とか缶組とかあるじゃないですか、はい、それのもうシート、プリプリログってナノアロイ技術を使ってこうシートの編み込みまで東レさんでやってもらった状態をやってるカーボン素材がついてるんです、うん、もうほんならもうカーボン素材はプロが完全に仕上げたっていうイメージでいいんですか。そうそうそう、だから T1100 の 1K のうちが使ってるシートはとにかく高い、最終工程まで東レさんなんで。で、このドグマ X なんですけど、はい、カラーは全部で4色全部で4、はい、3色あるって感じですね、はい、ゾラー3という、赤い、まあ、どっか出しておいてください。はい、出てます、ブルー、ゾラーブルーと、グリーン、ヒジグリーと、まあ、このゾラーブラックというカラーの全部で4色、全4色あるんですけど、一部ね、もうちょっと完売、一部完売、現時点で完売なんで、またちょっとどっかのタイミングで、なるほど、なるほど、受注再開っていう、はいはいはい。ちなみに完成車で出てます、あ、販売はもうフレームセットのみ、フレームセットのみ、はい、フレームセットの値段はドグマ F と全く同じ値段です。何本でしたっけ。全部110万110、はい、最近完成車にすると異常に高くなってるとこあるじゃないですか、はい、いいの入れすぎてね、はいはい、逆に皆さん今持ってるコンポをフレーム外で映すって賢いなって。もうできますし、ね、はい、それでしやすいですよね。いやこれ悪い癖やな、ちょっと安いと思っちゃう。 あともう一つ、うん、金では買えない、はい、プライスの満足感がついてきますありがとうございます。マスターカードで。いやいやいや、これ別にビザでも買えるでしょ別に。で、今回ご紹介いただいたこのドグマ X、はい、もう見るからに高級感あふれるこの自転車、なんとサイクルモード東京で見れるんですね。はい、はい、ありがとうございます。見れると、サイクルモードチャンネルですかあ、確かにそう。試乗も出るんですよね。出しますが、ごめんなさい、 X はちょっとない。ドグマ X はないと。ない。はい。ただ何が乗れるんですか。ドグマ F。ドグマ F。スーパーレコードワイヤレス。お、前回も出てた、特別仕様なっていうのが、まあ、出るのと、はい、F シリーズですね。はい、F9、F5 だったりと、あとは X3。あ、そうや。この X、これは乗れへんけど、X3 乗ってくれたらいいんですよ。そう。な、言ってる意味分かりますわ、多分僕の。ビギナーさんとかでピナレロっていう方は F 乗っちゃうとなんか扱いにくいなとか、はい、もしかしたらあるかもしれないんで、はい、まあ、X から始め乗っていただいたら、あ、扱いやすい、乗りやすいっていう感動はあるかもしれない。あるかもしれないですよね。で、その乗りたい方はどうしたいんですか。あ、東京がですね、はい、午前中の予約枠は3日前か4日前ぐらいにウェブからの予約を始めていきます。当日の午後、はい、使ったところで、はい、午後の分は朝一、その
試乗受付のカウンターで午後の予約枠をオープンします。ほんでこれだけじゃないんですよね、見れるんは。なんとワールドチャンピオン、はい、ワールドチャンピオンピドコック、ピドコックが実際乗ってた、あ、ピドコックではなく、そう、ピドコックが乗ってたバイクが来ます。実際に買った自転車がドグマ XC という、その、あれですよね、レプリカじゃないですよね、実際に乗ってたやつが来るんですね、はい、ぜひそれも見に来てほしいですね。そうですね、はい、はい、ということで、今回の動画は鹿島サイクルサプライさんに来てドグマ X の解説をいろいろ聞いてみたという動画でした。これ以降もね、またバンタリさんも多分出てくれると思いますし、いろんなね面白い動画、最新の動画出していきたいと思いますので、何卒チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、じゃあまたバンタリさん、まあ、当日会場で、あ、そう、会場でまた絡みに行きますんで、ブサ君ともう次はブサ君連れてきますもう連れてきますって、ブサ君と、いや、もう、おいおい弓矢道とかや、弓矢道さんはエリートのとこで寄ってくれる、弓矢道はエリートのとこにいるんで、ね、アンバサダーなんで、そうです、そうです、それ言う忘れてましたついで感すごいけど、はい、じゃあまたぜひ次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。